本当に辛いトレーニングに耐えることができなかったと思います。ただ僕は、スケーターとして一番近くにいたスケーターとして、彼がオリンピックでソチオリンピックでメダルを取れなかった悔しさ、そして今回のオリンピックで絶対に取りたいっていう気持ち、 そういうものをすごく肌で感じていたので、彼がこうやって隣にいてメダルを取ってるっていうのが本当に嬉しいです。